シップカは、ブルガリアのアーセナル社が設計、製造する短期間銃である。シップカは、走行戦闘車用、ヘリコプターの搭乗員の自衛や特殊部隊の屋内近接戦闘などの用途を目的として設計され、ブルガリアの軍と警察において広く用いられている。シップカは、グリップやトリガーガードをはじめとするロアレシーバーはポリマーで製作されて軽量化が図られており、 内部構造は短期間銃としては伝統的なシンプル、グローバック閉鎖、オープンボルト撃発方式を採用している。重症はワイヤー状の単純な形状のものが採用されており、折りたたみ時には銃の左側に折りたたまれる。重心は本体からやや突き出ており、専用のクリップを使ってレーザーサイトを装着させることが可能なほか、9mm マカロフ弾仕様では、 サプレッサーの装着も可能である。名称は、シップカ峠に由来する。シップカ峠は、アーセナルの本社の所在地である、火山落の近郊に位置し、1877年に勃発したロト戦争においては、ブルガリアの義勇兵とロシア帝国軍が、オスマン帝国軍との間で4度にわたる攻防戦を繰り広げ、戦争の奇数を決定付けた地である。 そしてこの戦争の講和条約であるサンステファの条約において、ブルガリアは大ブルガリア公国としての独立を勝ち取った。ありがとうございます。